舞いいがれ、伝えたい思い第94回95回96回予告ですお気軽にコメントくださいねみそのから受けた岩倉の取材記事が新聞に載る書かれたのは女性社員のことだけで男性社員のことは書かれていないと藤沢は愚痴をこぼすその記事を目にした高司は喜ぶがそれもつかの間 編集者の劉宝城からの新しい短歌十0種の宿題が目に入り、気がめいる。第九十五回予告です。早朝に出勤しようとする舞を見て恵は、舞の顔色が悪いことに気づき、何でも相談するようにと言うが、舞は大丈夫と言って家を出る。一方、デラシネでは劉宝城が秋月文子から、 まだ貴司が新しい短歌を一首も読めていないことを聞き驚き貴司には恋の歌を読んでほしいという第96回予告です会社の昼休みに舞は笠巻に出来上がったブログを見せると笠巻は良いお気に上げになると舞に告げる舞は笠巻が引退しようとしていることを初めて知るデラシネでは たかしが劉宝城と向き合い、新しい短歌が作れなかったと告白する。それに対して劉宝城は、自分の心の中を隠さずにさらけ出してほしいとたかしに言う。